それでは、中枢パターン発生器について解説します。リズミカルな感覚入力がなくても、リズミカルな運動出力を形成することができる神経回路を中枢パターン発生器と言います。中枢パターン発生器はいろんな動物のいろんな運動に関わっています。中枢パターン発生器があることによって、リズミカルな入力、ね、リズミカルな信号の入力がなくたって、 リズミカルな運動を出力することができるんだね。つまり、リズムを持って興奮がやってこなくても、リズミカルな運動を出力、実現することができるっていうんだね。これが中数パターン発生器の一つのモデルです。中数パターン発生器にはいろんな型があると考えられています。ここに描いたのはその中の一つのモデルです。 ここに書かれた1,2,3,4,5,6,7,8っていうのは一つ一つのニューロンを表しています、ね。神経細胞を表しています。右側にいくつか条件が書かれています。3と4に同時に入力信号が伝わった場合、3の方がわずかに早く興奮する。7と8はそれぞれ4と3の興奮を抑制する。7は4の興奮を抑制するし、 8は3の興奮を抑制する。3と4は一定時間しか活動が持続しない。では、1と2に持続的に入力信号が入ってくるとします。別にこの入力信号はリズミカルな信号ではありません。まあ、入力信号が入ってくるなんてかっこよく言ってるけど、まあ、興奮が伝わってくるって考えて大丈夫です。 この小さい棒は活動電位を表しています。まずは1番と2番に興奮が伝わります。で、1番と2番はそれぞれ3番と4番に興奮を伝えようとします。でね、今回の条件では3番の方が4番よりもわずかに早く興奮します。 そして3番は5番と7番に興奮を伝えます。で5番は、例えば5番の先にある筋肉に収縮しろっていう命令を伝えます。3番は5番に興奮を伝えるだけではなくて、7番にも興奮を伝えています。で7番は4番の興奮を抑制します。だから5番の先の筋肉は収縮するけども、 例えば6番の先に別な筋肉があっても6番の先にある筋肉は収縮しません。4番が興奮してないから6番には興奮が伝わらずに6番の先にある筋肉は収縮しない。さて、3番は一定時間しか、ね、活動が持続しません。ね、3番の、ね、活動が止むと、今度は4番が興奮します。 4番は6番に興奮を伝えます。で、6番はその先にある筋肉を収縮させます。4番は6番に興奮を伝えるだけではなくて、8番にも興奮を伝えます。で、8番は3番の興奮を抑制します。3番はね、さっきまで少し休憩していたわけだけど、ね、さあさて、ね、休憩もそろそろ終わりにして、よし、興奮するか。 思っても、ね、8番に興奮を抑制されてしまっている。ね、だから3番には興奮が発生しないようになってる。ね。で、今までの流れを交互に繰り返すわけだね。やがて4番は休憩に入る。そうすると3番が興奮して、5番の先にある筋肉が収縮する。3番は7番を返して、4番の興奮を抑制し続ける。 そして今度は3番が休憩に入って4番が興奮する。4番は6番を興奮させて6番の先にある筋肉を収縮させる。で、4番は8番を返して3番の興奮を抑制する。このように5番の先にある筋肉と6番の先にある筋肉が交互に収縮を繰り返すわけだ。はじめの入力はリズムを持っていなかったけど、 出力はリズムを持つようになった。復習すると、3番に興奮が発生している。3番に活動電位が発生しているときは、4番の興奮は抑制されている。そのとき、5番には興奮が発生するけども、6番には興奮が発生していない。 次に、4番に興奮が発生すると、ね、4番に活動電位が発生すると、今度は3番の興奮が抑制される。この時、6番は興奮するけども、5番は興奮しない。このような神経回路があると、すなわち、中枢パターン発生器があると、入力にリズムがなくても、 リズムを持った出力を実現させることができるんだね。ではお疲れ様でした。まあ、もう一回ぐらい復習してみてください。